はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回はフォルクスワーゲンの電動 SUV ID.4、 こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。世界へ初めて送り出したフォルクスワーゲンの電気自動車 ID.4、 先進的でユニークかつ EV らしい内外装にも注目が集まる一方、スタンダード EV としての走りは一体どうなのか、今日は一般道と高速道でテストしたいと思います。ということで早速乗っていきましょう。はい、ということで今回はフォルクスワーゲンから新しく登場しました ID.4、 こちらが日本に上陸しましたので試乗インプレッションをお届けしたいと思います。で、今日も一般道と高速道でインプレッションをお届けするんですけども、今乗っていますのはプロローンチエディションと呼ばれるものになります。車両金額は636万円。で、これとりあえず名前の通り分かりますけども、ローンチエディションなんです。なので最初の日本上陸を記念して登場したグレードになっていますけども、実際にこれローンチエディションに関してはライトとプロがございます。で、そこでもちろん金額も違います。なのでその分装備差っていうのもあるんです。でもこれ大きな違いは装備だけじゃなくてパワートレーンも若干違っていまして、まあ、厳密に言うと仕様が違ってます。バッテリー容量がライトは 52kWh で、航続距離が388km になってます。一方でプロに関してはこれ 72kWh のバッテリーを搭載していまして、航続距離は 561km です。で、日本に導入されているこのローンチエディションに関してはほぼプロです。170台くらいがプロで、残りほんと数台がライトとかいう話も伺いましたけども、おそらくそれは日本でこの EV 今ね普及している世の中見ると大体がまあ軽 EV か、それかロングレンジのモデル、中間のものっていうのはまあホンダ E とかもそうですけども、あんまりこう人気を博していませんよね。なのでそこでもう割り切って航続距離長いモデルをメインで導入したという背景がおそらくあるでしょう。まあ私もね、これファーストカーに選ぶんだったら間違いなくプロにするかなと。そしてこれパワーユニットですけども、なんとフロントにモーターは入っておりません。じゃあどこにあるのかと言われたら、もちろんリアに入っていますけども、リアモーターでリア駆動です。ということは RR なんですよね。ここがまずね独創的というか、普通はねフロント駆動になると思うんですよね FF でも。違うんです、そこが面白いでしょ。で、実際にスペック見ていきますと、最高出力は204馬力、最大トルク 310Nm です。スペック的にはめちゃめちゃ高いところに位置しているっていう感じではなく、まあ、あくまで本当この電動 SUV 初めてグローバルカーとして、しかもフォルクスワーゲンの中では電動 SUV 初めてになりまして、それを世に広めるべくスタンダードなところでセッティングされてるっていう印象があります。で、実際に0100キロ加速も公表値で 8.3 秒、なのでめちゃめちゃ速いっていう感じではないですよね。通常のまあ2リッタークラスのハッチバックの0100キロ加速くらいだと思ってください。まあ皆さんね、この ID シリーズ ID3 がまあとりあえず本国で発売されまして、で、その後に ID4 とか ID5、 これより一つ車格の大きいものとかもあったりして、日本に上陸したのはこの ID4 ですよね。で、今までまあポロ、ゴルフとかティグワンとか、まさにこうティグワンと同等サイズになるわけでして、そこのまあライフスタイルで電気も OK っていう方におそらく訴求されるんでしょうけども、とは言ってもやっぱり毛嫌い食わず嫌いっていうのが起こっちゃうと思うんです。実際私もこれ実物見るまではあんまり興味そそられませんでした。なんか EV って最近こうどのメーカーもまあ積極的に作り始めていて、おそらくその流れを単純に組んだだけのモデルなので、あんまりこう熟成されていないのかなと思っていましたし、期待値とかもあんまり高いものではなかったんです。ただこれね、実際お借りした店舗の店長さんもおっしゃってましたけども、触れるごとにね愛着が湧いていくモデル、それはもう私もね思いました。何もないゼロベースからまずこう実車を見た時に、なんかいいよねこの車って。でも随所にフォルクスワーゲンらしさも感じるし、新しさもある。でもそこの新しさが嫌味のないところでちゃんと表現されていて、あれこれなんかちょっと欲しくなっちゃうかもって、ちょっとねこう高揚感に満たされるというか、そういうワクワク感があるモデルになっているわけです。で、実際にその見た目だけじゃなくて中身のこのインテリアの風味なんかも私はすごくいいなと
思いますし、まあこれローンチエディション専用の一緒になっていますけども、そこもいいでしょ。で、走らせてみるとやっぱり EV らしい良さっていうのも随所に感じるわけです。もうね、 EV の動画で正直一辺倒なコメントになりがちなので、申し訳ないっちゃ申し訳ないんです。ただやっぱり改めて EV に触れて思うのは、本当に静かだし、でパワーも踏んだ瞬間から湧き上がってくる。で、車の全体的な滑らかさっていうのが、ちゃんとそこはね、内燃機関モデルでは表せない領域で満たされていますよね。そこはね、ID.4 もちゃんと表現されていますので、まず EV に求めている滑らかさ、パワフルさ、そして静かさ、この3拍子は全部満たしてると思ってください。その上で、じゃあこの ID.4 のいいところ、そして若干は気になる部分っていうのもご紹介していきたいなと思います。まず、魅力的な部分っていうのは、やっぱこの踏み始めた瞬間の、私はね、突拍子もないパワーが出ないっていうのは、すごくこれはスタンダード SUV としていいんじゃないかなと思います。なので、扱いやすいなという印象を受けるんですよね。でも、踏んでいけば、やっぱガソリン車では絶対なし得ない、この応答性の良さをちゃんと得ていますので、EV らしくパワフルではあるんですけども、でも扱いやすいパワーフィールだなっていう印象がすごく強いです。軽快ではないんですよね。というのも、これ車両重量 2140kg ございます。リアモーターは軽いんです。ほんともうカバンに入るくらいのサイズ感で、しかも重量は 100kg 程度なので軽いんですよ。ただバッテリーが 77kWh っていう感じで、なかなか高出力になっていますので、これがね 500kg くらいございます。で、トータルとしては2トンオーバーになっていますので、まあミドルサイズの SUV で考えたら結構重い。だから動き出し、別に軽快なわけじゃないんですけども、ただ不思議なくらいにスーッとね、車が前方向に動いていきますので、ここの心地よさっていうのはものすごく高い領域でちゃんと表現されています。あとね、ちょっと話それますけども、このウインカーの音、これ可愛いでしょ。この絶妙な音ね、ちゃんと EV は EV 車でターンシグナルのこのカチッカチッって音が味付けされてるんですよ。だからここもちゃんとトータルで全部パッケージングすべてで EV っていうのを表現していますので、いいよね。心地よさっていうのがちゃんと現れています。嫌味のない、ほんとトゲのないこのターンシグナルの音でして、これだったらね、この静寂に包まれている車内空間の中でも浮いてるような印象っていうのはありません。やっぱ日本車もここまでやらなきゃダメですよ。日産の最近の EV、サクラとかアリアとか、その辺はやってますけども、逆に言うと、他のメーカーってほぼやっていないと思うんですよね。でも細かいけども、本当に大事。こういうところは素晴らしい。まあ、あとそれついでで言うんだったら、機能面ちゃんとオートホールドもついていますので、普段使いでの快適性も高いというところですよね。で、こう動き出しね。もちろんエンジン乗っていませんから、回転数が上がっていって、わーっとパワートレインノイズが入るわけでもないですし、ずっとこう動き出す様相っていうのがありますよね。本当に気持ちいいな。やっぱ EV ってすごいね。その中でもこの ID.4 のやっぱパワートレーンとして素晴らしいのは、あのもちろんエンジンが乗っていないので、回転数上昇に伴って発生するあの特有のノイズがないのはもちろんです。でもそれ以上にやっぱりEV 車って静かな車内空間ですから、今度キーンっていうインバーターとかからよく発生するあの超高周波の音ですよね。それがね、実際今40キロくらいで巡航しています。で、加速時もそうですけども、まあ聞こえないですね。ちょっと強くアクセル踏んでいきますよ。うん、この時もキーンっていう明らかに聞こえてくる電磁音っていうのは全くないですので、だから結局この EV でほんと全てが良くなってる。うん、EV だから全部がいいっていうことじゃなくて、実際にモーターの使用次第ではやっぱりね、嫌なその特に耳障りな音ですよね。車内空間静かだからこそ特に聞こえるあのキーンっていう音、私はねあんまりほんと好きじゃないんですけども、それもね、うまく抑えられている。抑えられているというか、そもそも
ほぼ発生していないと思います。まあ実際モーターがフロントにあるのとリアモーターがあるのとでこれ全然その人間に対する位置関係も違ってきますので、そういう意味でリアモーターにしてるっていうのはかなり正義だなと思うんですよね。まあ発生していても聞こえづらいっていうところがありますから、まあそのパッケージング的な部分もあるんですけども、まあそこはね本当いいポイントだと思いますよ。まああと一つ言うとすれば癖がないですね。なのでこの EV 車に多少なりとも触れている方であれば違和感なくガソリン車から乗り換えてもらえると思います。確かに今までのフォルクスワーゲンからは想像できないこのインパネの設計、特にこれねメーターなんか面白いですよ。ステアリングコラムについていますので、こんな感じでハンドルを動かすとメーターもついてくるみたいなところがありますので、ちょっとこの辺でまた新鮮味っていうのも感じると思います。でもこれも全然嫌じゃないです。しかもこれねうまいのはメーターめっちゃちっちゃいでしょ。でもここのデザイン全体見てください。おしゃれでしかも質感が高い、あとグラフィックが美しいので、だから全然嫌じゃないんですよね。私小さいメーターが悪だとは本当思ってません。小さくてもこうやってデザインセンスが高ければいいっていう部分もありますし、だから話を戻すとこの新しい感じでちゃんと定義はされているんだけども、でも違和感なくなんて言うでしょうね、この扱ってもらえるというか触れてもらえるっていうものになっていますので、そういうところも全て加味してこの ID.4 っていうのはやっぱ乗るごとに愛着が湧いていくんですよね。ほんと素晴らしい。あと今回これ静粛性はとことん煮詰めたって店長さん本当おっしゃってましたけども、それはねものすごく強く感じます。先ほどご紹介しているこのパワートレインノイズもそうです。実際にちょっと黙りますけども、モーター音ってほぼないでしょ。さらにタイヤノイズ、ロードノイズ、これ聞いてください。素晴らしく静か。うん、ここねアスファルトとしては結構粒が粗いので、割とタイヤでこうねしっかりグリップしてゴーっていう音が入ってくるはずなんですよね。その音がねほぼないっていうのはやっぱりこれフロア周りの遮音対策ちゃんとやってあるんだと思います。まあ600万円クラスなので当然ですけども、インナーフェンダーの部分これちゃんと吸音タイプになっています。フロントは樹脂製でリアはこれ吸音ちゃんとできるフェルトタイプになっています。だからリアの方が多分ノイズは多いから、そこでフェルトタイプで吸音するっていうなってるんだと思います。まあその効果もありますし、そもそものフロア周りの肉厚さというか、そこでちゃんとシャットアウトしています。ノイズっていうノイズがほんとこう耳に届いてこないんですよね。めちゃめちゃ静かです。あとね気になる部分だったら乗り心地かなと思いますけども、これはねびっくりするぐらいにまったりした乗り味、もちろん欧州車らしい足回りのしっかりした様相っていうのも感じるんですが、全体として評価するんだったらものすごくまろやかな足回りをセッティングになっています。すっすごいタイヤでも吸収してる印象がありますけども、ただシャーシが柔軟ですね。うん、この上屋の部分にゴツゴツとした入力があんまり伝わってこないというか、素晴らしい本当に。だからこれだけ車重がありますので、もっとボディ剛性とかカチッと高めて、で今これちょっとカーブ曲がってますけども、このねハンドリングがあるのに、でもやっぱ足回りはすごく柔軟に動いている印象があります。いや本当に不思議、不思議なくらいに乗り味とこのハンドリングの両立が高いところで位置してる。でこう旋回中もこれねステアリングほら滑らか。あでもちょっとね FF ばっかり乗ってる身からすると異様な感じでリアの安定感が高い、すごくフロントが軽いような印象を受けます。じゃあちょっとここアクセル全開いきますよ。せーの。ちょっと高速になってくるとモーターの金属音ノイズが発生しますけども、それでも静かで、加速はねやっぱ思ったよりも力強くない。まあそこはね0100キロ加速でも現れています通り 8.3 秒ですよね。なのでものすごく速いわけではないですけども、ただ十分かな、
というかエンジン音、まあエンジン乗っていませんから、ここのパワートレインから発生している嫌なサウンドとかがありません、加速中も。だからすごく静か でなんかワープしてるような感覚もありますので、スーッと加速していって速度以上になんか伸びやかな感じっていうのを受けますよね。気持ちいいね。やっぱ EV はね、ここの加速感なんかもすごく心地いいものがあります。でもちょっと気になる部分言っていいですか。高速の安定感が若干薄いかな。これはバッテリーが重すぎるのか、割とね上方向に持ち上げられる跳ねるような動きが出ちゃってます。でリアはドシッとしてるんだけども、相対的にフロントが軽いので、だからちょっとねフロントの安定感が薄いような感じも受けます。まあまあ、だからこの辺がね高速よく乗る方だとか、あとはフォルクスワーゲンの何年間今まで乗ってきた方からすると、ちょっとこのフロントの荷重っていうのは物足りないかもしれません。私はねちょっとこの軽さは嫌な感じがするな。もうちょっとドシッとしてほしい。ステアリングフィールをだからこれで重くすればいいのか。これドライビングプロファイル機能ついていますので、ここでねコンフォートから、スポーツに変えてみましょう。そうすると、あ、多少どっしりした。だから EPS の味付けでもあるんですよね。これで多少はハンドルの重さが増しましたので、車本来の重厚さっていうのも味わってもらえます。高速走るんだったらステアリングはスポーツがいいかな。これだったらちょっとドシッとした感じに様相が変わります。で高速走ってくるとちょっとロードノイズは気になる。だからまあこれはねタイヤのコンパウンドの影響だと思いますけども、ちょっとうるさいかな。おーっていう音が響いてます。一般道では結構静かだったんですけども、高速はちょっと騒がしいような感じですよね。今これ皆さん映像通しても分かってもらえると思いますけども、ちょっと騒がしい感じしませんか。っていう部分がありますので、ここはねもうちょっといいプレミアムタイヤに履き替えたいなというところが、おそらくこれ私オーナーだったら思う部分だと思います。ちょっとドライビングプロファイル機能いじってみましょうか。これね面白いのが、ドライブとかステアリングはあるんですけども、普通のモデルでもドライビングダイナミクスっていうのがあるんですよ。これコンフォートとスポーツで何が違うんだろう。コンフォートでちょっとアクセル踏んでいきますよ。こんな感じ。まあ音もなくシューッと加速していく印象ですよね。じゃあスポーツに変えてみますと、なんでしょうね、特段これがコンフォートだからスポーツだからといって音が変わるわけでもないんですよね。でレスポンスに関しては、これはねドライブで変わると思うんです。ドライブをスポーツにするとよりレスポンスが良くなるんだと思いますけども、あとねドライブをスポーツにするとワンペダル機能が働きます。これここに実はシフトレバー、電気的なものですけども、これがついてますよね。これを B にしてもワンペダル的なモードになるんです。なのでここでまあ変えてもらうのも良しとして、でもスポーツにするとドライブを、これ通常の D モードでもワンペダル的に走ることができます。結構減速が効きますよね。あれ、これ B モードにするとどうなる。あ、B モードの方が減速力は強めな印象。高速で例えば車速をまあ前の車に合わせて調整しようと思った時も、まあ、軽々と行いますし、例えばここで車線変更をして前の車に行ってこう入る時でも、これ今ワンペダルで完全に前走車に対しての追従していますので、だからこういう部分でちゃんとワンペダルの機能性っていうのを出していますよね。で今ね一般道を走行しています。ドライブモードは B にしていまして、こちらはまあノーマルにしときましょうか。コンフォートに設定するとして、でこれね減速のそのワンペダルなんですけど、こんな感じ、今完全アクセルペダルのコントロールだけでこう調整してるというところです。こうじわ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 と減速してますけども、これブレーキ踏んでません。でこれね最終止まるところまでは行かないんです。この辺りでブレーキ踏んで止まると。でこれね面白いのが 0.25G 以下のシーンではほぼ回生ブレーキで止まるということです。
なので実際に物理ブレーキを使うのはその先からになるわけですよね。ですのでほぼもう9割ぐらいは回生ブレーキで摩耗が全然進まないらしいです。まあ EV 車って基本そうではあるんですけども、特にそこの懐が深いというか 0.25G っていうのは結構な減速 G ですので、まあ一般道を走っていて信号で止まるとかそういうシチュエーションだったらほぼ回生で止まってると思ってください。ああでもこれうん、分かった分かった、全開加速の速さはそんなにないかもしれない。ただ今中間加速は結構鋭いような印象を受けましたね、うん、しかもあれだけの加速力出そうと思ったらやっぱ内輪間ではそこそこ回転数を上げなきゃいけないんですけども、やっぱこれ電動パワートレーンですから静かなままにぐっと力がトルクが湧き上がっていく印象があります。まあでもこの電気自動車って本当難しいですよね、評価が。結局どれもね、静かで滑らかでパワフルっていう部分には変わりないんですよね。その中でまあ多少ノイズがとかありますけども、なかなか本当評価する身としてもガソリン車よりも個性が少ないし難しいなと思っちゃいます。さあ運転支援使ってみましょう。もちろんこの ID4 にもトラベルアシストですよね。0キロから210キロまでアクセル、ブレーキ、ステアリング、この操作をサポートしてくれる機能がついています。で実際にセットに関しては左スポークで行えますけども、メインがオフになっています。これで、はい、トラベルアシストが選択されましたと今出ましたよね。あれ車速はセット、あこれでいけた。あれ3アクション必要ですね。ゴルフは確かメインが入ってたら1アクションでいけたと思うんですけども、セットを押さないと今作動しませんでした。じゃあ80でセットしてみましょう。左右のブレ感が結構大事ですよ。さあどうでしょうか。うん、今のところ綺麗に走っております。いい感じいい感じ。ちなみにこれビューで、あちゃんと運転支援の情報表示も行います。ヘッドアップディスプレイはこれついてないんですね。そこがちょっと意外なポイントではありますけども、今完全に車が自動的にアクセル、ブレーキ、ステアリング操作やってくれています。まあ、ドライバーは前方の監視義務発生していますけども、ステアリングを軽く持ってるだけで前走車への追従、さらには白線の中を走るっていう機能が作動しています。これ本当快適だね。ちなみにこれね、ステアリングホイールの保持判断は一体タッチセンサーなのかトルク型なのか、ちょっとこれを確認したいんですよね。はい、軽く触れてみましょう。あ、静電式でございました。なのでこの辺の快適性も高い。やっぱトルク官能型だとまっすぐ走っていてドライバー入力していないと警告出ますから、ちょっとこう左右に振ったりする必要はあるんですけども、その必要はありません。軽くほんと触ってるだけでちゃんと認識してくれています。今前方トラック入ってきまして、減速感なんかもすごく自然だね。いいね、急な感じがしません。さあということで、まあ運転支援は特段ね他のモデルと変わっていませんので、これくらいにしておきましょう。でちょっと車が空いてきましたので、ハンドリング見ていきましょう。いきますよ。じゃあ車線変更を行います。おお結構後ろ重いね。後ろがかなり重さがありますけども、でもシャープと言っていいんじゃないでしょうか。このハンドリング、ほらすごく機敏に動く。重い物体をなんとか左右に動かしている感触ではありますけども、剛性感たっぷりだし、うわーすげえなー、これはねスポーティーだわ。結構シャキッとちゃんと曲がっていく印象があります。いいねいいね、ハンドリングもいいね。これ面白い。あの思った以上にリアでちゃんと駆動してるっていうのが体に伝わってきますし、なんかねずしっと腰にくるようなこの旋回性能というか、頭は本当にハンドル操作だけをちゃんとやってる、で駆動はリアでやっていますので、加速しながらの車線変更やっていきましょうか。うわーすげーすげーすげー、うん気持ちいいね。いやーでもなんかだんだん愛着湧いてきたな。さあじゃあラストに燃費を見ておきましょう。
果たしていくら出たかと言いますと、今回の試乗だけになりますけども、じゃじゃーん、 5.6 キロになりました。あれちょっと伸び悩んだかな。本当はもうちょっとね、数値いいかなと思っていたんですけど、ただ高速やっぱ基本走っちゃうと燃費はそんなに伸びないかなというところです。実際にちょっと単位変わってしまいますけども、これ燃費カタログ数値に関しては1キロあたり153ワットアワー消費するとなっています。なのでざっくりまあ6キロちょっと1キロワットアワーで走るという計算になりますよね。まあでもそう考えたら大きな乖離はないのか。車両重量がねどうしても重いので、これ空気抵抗値 CD 値で 0.28 っていうかなり低いところで推移はしていますけども、でもやっぱ重さがありますので、そこそここうね走るのに電力使っちゃうっていうことがありそうです。でこれね、肝心なのは充電の能力ですよね。これもちろん普通充電も急速充電も対応しています。その中で普通充電に関しては 6kW だからウォールボックスタイプですよね。そちらだったら満充電まで13時間、で3時間っていうコンセントタイプだったらこれ26時間かかります。急速充電は警告ランプがついてから 80% まで約40分で充電できます。でここで皆さんに強くお伝えしたいのは、もしこれ ID4 を買う方は普通充電自宅につけられると思うんです。でもそうなった時に絶対6キロタイプ選択してください。ウォールボックスタイプのじゃないとこれ満充電まで26時間かかりますので、例えば通勤で使っていて自宅充電で3キロワットだったら充電が終わっていないっていうケースもあると思いますし、なかなか思ったようにたまんないっていう、そこのストレスもあると思うんです。まあ確かに6キロワットタイプの方が高いのは高いけども、でも結局 EV から EV に乗り換えするって方も多いと思いますので、初期コストはかかるとしても、でもおすすめは6キロワット、私もし自宅充電つけるんだったら6キロワットにするかなと思います。さあということで、今回はフォルクスワーゲンから新しく登場しましたこの電動 SUV 国内初上陸 ID4 をご紹介してきました。これね、店舗によっては販売できるできないがございますので、実車がねなかなか限られた場所にしかないっていうケースになっちゃう可能性はあるんですけども、まあぜひこの新しいフォルクスワーゲンが作った電気自動車、ぜひ皆さんも味わってみてください。いい車でした。というわけでフォルクスワーゲン ID4 試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。